そうですか、はい、シャクさん、古武道の有段者ということで、はい、大丈夫ですか。あのトレーニングシーンっていうのはその古武道、普段私がやってるあの古武道の、あの伊吹の方という、はい、この空手の子、こういうのがダメです、ちょっともっとください、もっとください、もっとください、こういう方が入ってます、はい、はい、もう今カメラがいきなりバッと上がったので、ちょっともう少しゆっくりぜひ型を見せていただきたいな、はい、余分なスペースを、はい、こういう方が、すごい、素晴らしい、ありがとうございます。皆さんでも今ちょっとムチムチしてるんで、型やったらビリとか破けちゃう、ちょっと怖いんですけど、そんなことはないと思います、ありがとうございます、はい、さあ、じゃあそんな、はい、釈さんに踏まれてちょっと喜んでおりました、はい、ありがとうございます。久保田さんに、お伺いしたいと思います、はい、あのラストシーンね、アクションがあるんですけれど、はい、まあ、釈さんと対決するところがございますが、はい、どうですか、今のように足踏まれたりとか。そうですね、あのもっと踏まれてもよかったかなと思うんですけど、あの坂本監督のアクションもですね、とてもあの本当に激しく、そして結構何度もね、はい、あの回数を重ねたりするんですけど、はい、一切あのずっと殺しの目で、殺し屋の目で集中していらっしゃって、何もだから、私がそうです、釈さんが、はい、釈さんが集中していらっしゃっちゃったごめんなさい、全然もう一回お願いします、していらっしゃっちゃっちゃっちゃったそうやって言いたかったんです、シャシャシャって言いたかったんですね、らっしゃっちゃったので、あのその女性だということとか全く気にすることもなく思い切りやることができました。ただまあ締め技の時はちょっと喜びを感じつつやらせていただきました。またで挟んだよね。そうですねそこちょっとご確認いただいて、はい、これもう見なきゃいけないところが大変ですけどね、はい、皆さんしっかり見ていただきたいと思いますが、あのその実際に演技をしていらっしゃる時に、演技中じゃない時はお二人で話したりするんですか。現場ではほとんど話すことがなくですね、もう釈さんもずっと集中して、はい、こう集中してらっしゃったのでこうなってたので、はいはい、そうですか、まあ、最近です、最近です、一番お話しさせてもらってると思います、はい、ね、なんか今お話伺ってると釈さん本当に可愛らしくてニコニコしてらっしゃるんですけど、はい、現場では私ちょっと怖かったみたいで、誰も近寄ってきてくれなくて、ね、そう役に入っちゃってたので、はい、であの打ち上げの時に、私は本当は普通の人なので皆さん話しかけてくださいっていう挨拶しました。美咲さんは割とこうごっつい男性とアクションシーンがあるんですけれど、はい、そうですね、どうですか、190センチぐらいですかね、190センチぐらいある方で、あの肩幅も大きいですし、あの首周りがやっぱ大きいの で、はい、であとあの私がしおりっていう役なんですけど、しおりはあの締め技が、締め技っていうんですか、はい、締め技が多かったので、それをやるときに本当にこうギュッと首周りが太いのが入っちゃうのですごく大変でした、ね、あのこうなんか監督ちょっとちっちゃいからあれなんですけどあの大きいから、はい、いいですか。ごめんごめん。膝をこうやって蹴って、でこうやって締める。締めるのが、あの久保田さんですら結構締まっちゃうんですけど、首が大きいとこの間にのなんていうんですか。収まらないのでどんどん締めていっちゃって、でもその役者さんにもっとお願いしますすごく印象的だったので、あのそのシーン出てくると思うので、あこの役者さんは喜んでたんだなと思いながら見てもらえたらなと思ってますさあ、そして、殺し屋チームを代表して久保田さんに皆様にメッセージをお願いしたいと思います。はい、そうですね、たくさんこうやって今ご覧の通り美しい女性たちが、はい、華麗に舞うアクションと、そしてそれをされて喜ぶ男たちの顔が見られると思いますので、ぜひ皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは釈さん、釈由美子さんにお願いいたします。はい。本日は皆様、本当にあの上映公開初日にいらしていただいてありがとうございました。見終わった後にこの作品や霧の表情が皆様の心の中にヒリヒリって残るような、そんな特別な作品になってもらえたら嬉しいです。どうぞ楽しんでいかれてください。ありがとうございました。